背景です。今回は埼玉西武さん今年も呪われてるということで、ちょっとねライオンズ今年もかなり、怪我だったり離脱者故障者ってところがね出てきてしまっているというところなんで、ちょっとねそのことについて話していこうかなというふうに思います。ぜひ最後までご覧ください。それではですね、西武が今年も呪われすぎな件ということでね、ちょっとライオンズやっぱり今年もちょっと呪われ気味ということでね、話していきたいかなというふうに思うんですけど、やっぱりとにかく今年も本当に離脱者故障者が尽きないということなんですね。でまずちょっと振り返っていきたいんですけど、まず開幕前の段階ですよね。これ源田選手、WBC 韓国戦で、右手小指を骨折して、これいきなり開幕アウトということになりました。WBC の方はね、ちょっと本人もやっぱ強い思いがあって、強行出場という形で、骨折しながらも試合に出たんですけど、シーズンはねちょっと無理せず治療に専念ということで、開幕アウトで、5月に一応復帰を果たしたんですけど、約2ヶ月の遅れということに、なってしまい、いきなりちょっとねライオンズ的にはこう戦力的にベストな状態ではない、しかも一番ね重要なキャプテンで、ショートを守る源田選手がいないという状態での開幕スタートということになりました。で、開幕してしばらくした後、山川選手が4月に下半身のコンディション不良で抹消ということになりました。やはりね絶対的な4番の山川選手が、いきなり4月の上旬ぐらいですね、これ源田選手がいない中コンディション不良で抹消ということになったんですね。で、その後復帰をしたんですけど、山川選手なかなかこう結果が出ず、そして5月の上旬か中旬ぐらいに、週刊文春により山川選手の不祥事が発覚してしまって、ちょっと今もね強制性交の疑いということで、書類送検されてしまってるんですけども、そういったこともあり、無期限の降格ということで、現在も抹消中ということになってしまっております。5月にね源田選手復帰してきたんですけど、入れ替わる形で山川選手が、次はね、こういった形で、降格ということになってしまいました。そして、また振り返ってきてほしいんですけれども、3月4月月間 MVP 大活躍をした中村拓也選手、山川選手の状態がなかなか上がらなかったりとか、不祥事があったりとか、あとはコンディション不良で抹消とかあった中で、ずっと中村拓也選手が、開幕から4番を打って非常に活躍をしてくれていたということなんですけれども、その中村拓也選手が3月4月、月間 MVP 本当に素晴らしい活躍をしたんですが、5月の下旬に腹斜筋の損傷で抹消ということになってしまいました。今は、一軍にも復帰をしているんですけれども、こちらもね源田選手がちょうど昇格をしてくるタイミング、そのちょっと後ぐらいに今抹消ということで、本当にですね入れ替わるように、またこちらもね誰か戻ってきたら誰か怪我してしまっているということになってしまっております。でちょっと話は変わるんですけれども、今年のキャッチャー事情というところですよね。森友哉選手、絶対的正捕手で、チームの主軸でもあった、キャッチャーの森友哉選手が、今年からオリックスに FA で移籍をしてしまいました。で、森選手がもう抜けたってだけライオンズのキャッチャー事情も本当かなり厳しいんですけれども、その中で正捕手筆頭候補の柘植選手が、一応怪我もあったりとか、あとは特例もあってね、現在抹消中ということで、今一軍に出れていない状況。そしてですね、ベテランキャッチャーの岡田選手も、左足の手術を行った結果、今季絶望ということで、試合に出れない状態になってしまっているということになっております。なのでこれキャッチャー事情もかなり厳しくて、試合化されたばかりのまだ若い古市選手が1軍で出たりとか、2年目の古賀選手がメインで出たりとかって形でね、2年目のキャッチャーをもうちょっとなんとか1軍で使わないといけないレベルで、本当にかなり厳しいし、3番手キャッチャーに関しては今佐藤龍生選手がやっているという形になりますんで、こちらのキャッチャー事情もかなり厳しくなってしまっているということになります。そしてですね、こちらまたこれ最新のものになりますけれども、5月に中村拓也選手が腹斜筋の損傷で抹消しました。で、この時ね本当にもうやばいって感じだったんですけど、この時の中村選手の代わりに渡辺健人選手が、昇格をしてきたんですよね。で、なかなかね渡辺健人選手は1軍での実績もなくて、ただ2軍では結構調子よくてね、1軍でどんだけやるんだってところではあったんですけど、いきなりねこう4番で使われて、最初はなかなかやっぱりこう結果も出なかったんですが、ここ最近非常にね、1軍のピッチャーにも対応してきて、めちゃめちゃ打ってきて、打率も本当に2割後半まで来てたし、ホームランも本当に4本くらい打ってですね、非常にね素晴らしい活躍を見せてくれていたんですね。本当に4番定着とも言ってもいいぐらいの活躍っていうのをここ最近は本当にしていた渡辺健人選手、本当にライオンズの今打線にとっては欠かせない存在になっていた、その渡辺健人選手が、7月2日の試合で、走塁時に足を痛めて、7月3日翌日に抹消ということに、本当にこれ呪われてるとしか言えないんですよね。流れを見てもこれ源田選手が まずいませんでしたと。で、そんな中で中村拓也選手がすごい活躍をしてくれていて、で、源田選手が戻ってきましたとなった直後に中村拓也選手が抹消してしまう。で、中村拓也選手もなんとか戻ってきて、これでようやく全員揃うし、しかも渡辺健人選手めちゃめちゃ活躍してるしって言ってた中で、渡辺健人選手も抹消してしまったと。
いうことで、ここにとにかくこうやってこれ全員揃わないんですよ。で、山川選手はもう不祥事を起こしてて、もうずっと試合出てないしっていう感じで。で、キャッチャーもかなりね、2年目の選手たちを使わないといけないっていう、本当に苦しい状況で、明らかにこう呪われてるなっていうところなんですよね。はい。なんでこんなに入れ替わりでどんどん怪我が出てしまうんだっていうところなんですけど、またこれ渡辺健人選手一応ね、これ救援が終わった後に一応戻ってこれるっていう話で、それは長引かないっていうことではあるんですけども、これ渡辺健人選手がやっと戻ってきたってなったら、また次別の選手がねこう抜けるっていう形になってしまう可能性もあるかなっていうふうに思うんですよね。特にやっぱり今もう夏場になってきて非常に暑くなってきて、もう特に怪我しやすい時期に入ってきてるんですよ。でこれ他球団とか見ても結構やっぱ怪我してる選手が本当に多くて、オリックスなんかはね、森友哉選手が怪我してたりとかしますし、やっぱり結構ちょくちょく足を痛めたりだとかっていうケースが結構他球団見ても増えてきているということなんですよね。なのでこれ渡辺健人選手が戻ってきてからも、またもしかしたら誰かが怪我してしまうっていう可能性は本当になくはないかなっていうふうに思うので、ちょっと本当にね、いくらなんでも呪われすぎだなっていうところですよね。今シーズンもちろん戦力的に厳しい状況でのスタートだったと思うんですよ。やっぱ森友哉選手も抜けて、解説者の方のね、シーズン前の順位予想とかよりも、そんなにライオンズを優勝予想とかしてるチームは全然なかったんで、それはわかるんですけれども、ただその中でもやっぱりフル戦力でなおかつ戦えていないっていうところ、やっぱ全員が揃わないっていうところがね、今こう最下位に低迷をしてしまっている、要因になっているんじゃないかなっていうふうに思います。本当に完全に呪われてしまっている、状態になっていますんで、なんとかですね、本当にちょっと、この呪いをね、解いてほしいなというところです。はっきり言って、しかもこれ今シーズンに限ったことじゃなくて、昨シーズンもですね、めちゃめちゃ呪われていたんですね。森友哉選手は怪我したりとか、ウーネンティン選手も一緒に怪我して、山川選手も怪我したりとか、とにかくもうめちゃめちゃ去年もいろんな選手たちが怪我をしていて、かなり苦しい状況、今井投手も開幕前にローテ入れなかったりとかっていうことで、かなり本当にライオンズここ数年めちゃめちゃ怪我が多くて呪われてしまっている状態になっております。なんとかね、ちょっとこれどういうことなのかちょっと僕もわかんないんですけれども、なるべくね、やっぱり出しちゃったり故障者っていうところは少なく、今後はね、あまり出ないように、いい形でね、シーズン完走していってほしいなというふうに願っております。以上です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画アップしていきますので、いいと思った方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。